日本の民話愛媛猿とカエルの旅昔カエルと猿が伊勢参りをしたそしてお互いに背負いっこをしていこうじゃないかということになったはじめ猿がカエルを背負っていったが猿は夢中になって走った 「今度はカエルの番になったので猿がカエルの背に乗るとカエルは空を見ていておくれ」と言った猿は空を見ていると雲が動くので猿はカエルが走っているのだと思って「カエルくんあんまり早く走るなよ」と言ったしばらくして今度は 猿の番になってカエルの背から降りると先ほどのところとよく似ている猿は不審に思っているとなに異性行くまでに同じようなところが七つもあるのさと答えたこうしてカエルは一度も猿を背負って走らないで 伊勢参りをした。